迷宮牧場の決闘でガンマンを指揮して手札を打ち抜け。 VR がなくても遊べる VR ボードゲーム迷宮牧場の決闘は、全ての相手の手札を0枚にさせれば勝利できる生き残りをかけたボードゲームだ。メインで使うのはこの場所が書かれた銃声カード。自分の手番にカードを公開、つまりガンマンの居場所を晒せば好きな相手に向かって銃撃ができる。そして相手の手札に公開したカードと同じ場所のカードがあれば、それを全て捨てさせることができるぞ。さらに捨てさせたカードの右下にお金のマークがあれば、他の行動で使える賞金コインをゲットできる。見事当てれば一気に優勢になるが、同時に自分の手札の場所も1枚公開してしまう。攻撃が同時にリスクにもなる。スリリングなゲームだ。ちなみに手番にできることは3つの中から1つだけ。相手を撃つ銃撃か、自分の手札を1枚捨てて1枚引き直す移動か、コインを消費してすぐに発動するランダム効果カード物語を起こすかだ。他にも手札が最後の1枚になったプレイヤーに配られる強力なクライマックスカード要素もある。居場所を晒しながら敵を撃つ銃撃か、公開された手札を再度隠す移動を行うか、逆転の可能性がある物語を起こすか、ガンマンたちの命運は君の行動によって決まる。迷宮牧場の決闘はバザールにて販売中。 VR チャットワールドに一人でも購入者がいればみんなで遊べるぞ。